松阪ベルファームでは冬景色の園内に彩りを添えようと2018年頃から冬咲きのチューリップを育てています。このチューリップは球根に特殊な冷蔵処理をして、通常は春に咲く花を冬の時期に開花するようにしたもので、今年は園内に3種類1800球が植えられ、お正月頃から花がほころび始めました。今日は追雲がかかる天候となりましたが、白とピンク、黄色のチューリップが訪れる人を出迎えていました。冬のチューリップは花持ちが良く、2月下旬まで見頃が続くということです。また園内の散策道では日本随仙も満開となっていて、こちらは今月いっぱい楽しめるということです。